本日は中根菜乃花さん。生年月日は2001年7月7日。茨城県出身。身長154センチ。スリーサイズ95、58、88。素晴らしい器の中根さんはもともとは地下アイドルとして活動していました。しかし例の病の影響で思うように活動できなくなり、途方に暮れていたところをスカウトされて芸能界入りを決意しました。地下にうずもれさせてしまうにはあまりにももったいないそのお宝を発掘した人には感謝してもしきれませんね。JK さんまで器械体操に没頭していたということもあり、体が柔らかいことがチャームポイントと語る中根さん。その柔軟さに目を見張った人も多いかと思われますが、まさに素晴らしいの一言に尽きますね。この仕事を始める前までは大きすぎるがゆえにそれがコンプレックスとなり周囲の視線も気になっていたのが、災いを転じて福となす。とでも申しましょうか。今ではそれで美味しいご飯を食べられると言いますから、人生どう転ぶかわかりませんね。ファースト DVD が発売されたのが2021年3月のことで、そこでは彼女のお見事な姿や柔軟さが存分に楽しめるので未見の方は必見です。2022年9月30日付で所属事務所を円満退所し、ファンには少なからぬ衝撃が走りましたが、12月17日にソフマップで開催されたカレンダーリリースイベントにて、現在所属している大手プロダクションへの移籍を報告し、同時に名前を中根菜乃花に改名することを発表。2023年7月8日にはサンスポ55クイーンオーディションエントリー。多くの出場者の中から勝ち抜き、水沢舞と共にグランプリを受賞しました。受賞式では、中根菜乃花に改名してからこのような賞を受賞できて本当に嬉しい。と涙ながらに語っていました。事務所移籍後に何とかして実績を残したいとの強い思いがあったのでしょうか。それにしても本当に良かったですね。これまでにイメージ DVD7 本、その他多数のデジタル写真集をリリースし、雑誌でも大活躍の中根さん。愛嬌のあるキャラクターと愛の破壊力を売りにグラビア界で大暴れしている彼女の今後に注目です。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。